フルベール・ユールー・アッペ・フルベール・ユールーは、コンゴ共和国の政治家、聖職者。大統領を務めた。ユールーは、モアイエンコンゴのマイルデ商人の息子として生まれ、9歳で、洗礼を受けた後神学校へと入学した。ここで、ユールーは、ウバンギ・シャリの聖職者にして、後の独立運動家のバルテレミー・ボガンダと出会った。1946年から1949年に、 かけて彼は司祭として神学校で教鞭をとっていた。彼は上司と対立して1956年のフランス国会選挙に出馬し落選したため強制的に現続させられたが教会の意思に反して抗議のため彼は教会服を着用し続けた。彼の現属は黒人に対する政治的迫害と今後人に受け取られ彼の政治的キャリアに有利な要素となった。 やがて彼は、同じように、フランスへの政治的抗議によって迫害され、聖者となったアンドレ・マツワの政治的後継者と、みなされるようになった。1956年の今後選挙区の選挙では、ユールーは27.6%を得て3位につけ、トップのフェリックス・チカヤ及び2位のジャックをパンゴールと、き行抗する票を得た。5月29日には、ユールーは新党である。 アフリカ人利益擁護民主連合を立ち上げ、地下屋のコンゴ進歩党や、オバンゴールのアフリカ人社会主義運動と対抗した。1959年11月、ユールは、ブラザビル市長選挙に立候補する、胸の書類を提出した。フランスの植民地関係者はすぐ北のウバンギシャリで、当時活動を活発化させていたバレテレミーボ・ボガンダのような、急進的な独立運動を恐れ、 恩恵なユールーであれば、コントロールがしやすくなると考えた。ユールーは立候補するとラリ族への利益供与などで、人気を集め、ラリ族の属するバコンゴ人の圧倒的な支持を得て、市長に当選し、フランス領赤道アフリカ発の黒人市長となった。1957年5月、ユールーは、コンゴジ治領のオパンゴール首相のもと、農業大臣として入閣した。 地下屋の p p c がその後すぐ崩壊したため、今後政界は、ユールーのディアとオパンゴールの m s とで2分されることになった。ディアはすぐに、議会で過半数を占め、第一党に踊り出た。オパンゴールとユールーは、シャルルドゴールの第5共和国憲法にはどちらも賛成の立場であり、これによって、今後独立の方向性が決まった。百五十八年十二月八日、 ユールーは、今後自治療の首相の座についた。政権を握ったものの、オパンゴールの無墓地族とユールーのラリ族は、対立しており、これが1959年には暴動へとつながった。ユールーは、ゲリマンダリングを行い、これによって、同年の選挙では、ディアは58%の得票にもかかわらず84%の議席を獲得した。さらに3ヶ月後、 オパンゴールと MSA は政権に吸収された。1960年にコンゴ共和国が独立する際にはオパンゴールは名誉職に就くことでユールーと合意していた。ユールー政権はフランスと緊密な関係を保ち、フランスとコンゴの関係は新植民地主義から一歩も抜け出ることはなかった。フランスよりの内政外交とフランスからの資金を得た開発プロジェクト、 今後動乱で、カタンガのモイーズ・チョンベを支持するなどの行動は、国民の間に不満を募らせていった。1963年8月、ディア以外の政党を禁止し一党制に移行しようと、したことに橋を発して市民が放棄し、栄光の3日間と呼ばれる革命によって15日には、ユールは失脚した。A.B. ヤング、エリック、ユル、フュルベール、イン・アピア、クアメイ・アンソニー・ゲイツ、 ヘンリー・ルイス、ジュニア、アフレコナ、ザ・エンサイクロペディア・オブ・ザ、アフリカンアフリカン・アメリカン・エクスペリエンス、ニューヨーク、ベーシック・ブックス、ISBN0 から46500711、奥区41649745、P イコール2036。ありがとうございます。